さんによれば、私たち人間を誘惑しているのだろうということです。閉じてある羽を広げます。このように食事をとるときには羽を広げまして、本来ならば実際の自然の風によって真ん中の背骨のクランクタップの部分が回転して、その羽が動いていくということになっております。スタッフの手によって羽を羽ばたかせています。スティンクが伸び縮みをして自らの体を前に押し出すことによって動いています。実際は砂浜を引き裂くようにもう少し速く移動します。